はい、本間や先生です。ちょっとね、シグナルインジケーターね、変更して RSI だけでやってみた場合どうなのかなっていうね、やってみましたけど、そっちの方が書いていいみたいですね、単純でね。ただ周期と設定値ね、買い売り過ぎのね、買いか売りの、ね、値は分析しないとダメなんですけどね。ファイナルオプションもそれでいいんじゃないかなという感じがしてきます。これはね、利益ピップスが 0.14 ね、見てて、分析では 0.1 以上だからね。で、勝率 80% 以上ね、やってます。それで、35周期ね、これね、で、分析させて、35にしたの、ちょっと、あ、24でね、24で分析させて、35はスプレッドだ。で、ですね、ちょっとな、スプレッドは35ですね。それで、実行以上の取引ってやってます。RSI の周期は20、70というのは21ですね。上下のね。で、単純で勝率出させて分析した方が勝ちやすいね、単純なのはね。これも出てきたわけですね。スプレッドは少なめです。今これね、マイナス5000円いくらいっちゃったんですよ。これ。ね、参っちゃってね。そういうのはこう、ちょっとね、24時間後ね、だいたいね、タイミングしました。で、これは非常にひどいな。ここで取れば勝ってた。GBTJPY。左の方の、そうなるね。こうですよね。だいぶ落としちゃったね。これ厳しい。大変ですよ、この。こっちはね。上がるかな、これな。難しいところだな。ですね。RSI だけでちょっとやってみました。今時間こうですね。これでこうだろうな、大負けだな、これね。こういう時はどうなんだろう。これだけで5000いっちゃうんだからね。このことと、コマで、1万、2万、3万、3万5千円から上がって戻してくるかな。きついところだね。これなんかどうなんだろうな。きついね。ということですね、今ね。ちょっとやってみたら、RSI だけでね、分析してやって、何も入れないの。それでどうかってやってます。で、バイナルオプションが勝ってるね。うん。それで、バイナルオプションの方はね、15分でね。FX もそれでやろうかなと。今、24時間後ですね。シグナルが出たから24時間後、ここね、
これで違うとここに入れてた方がいいかな。24でしょ。ね、これそうしとこうね。うん、ちょっとね、表示の仕方を変えました。こっち24ね、それと30、うん、これ一個にした方がいいかな。なんかね、ルールだけど、まあ、いくつも思考的な感じで決めちゃうとダメらしいんだな。その場で考えたのとか、他も動いちゃうらしい。人間たちが。テレパシーで読んで。相当厳密にやってみて。ルール決めちゃいけないみたい。その場で考えて、ね、その時に決めるって、うん、おー、勝ったぞ、5640円ね。やっぱ RSI の方がいいね。様子見とこう。これちょっと印象込めてね。本前は先生です。2016年ゼルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり条件資格を通しておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間雄先生です。先生です。現在ゼルトレーダーは FX 統一になっています。でですね、分かってきたのは投資でね、決めた戦略方法じゃダメだということですね。決めといちゃダメなんです。テレパシーでね、人間たちが動いちゃうみたいですね。だからその時に、ね、考えると、ね、そういうことですね。無数にね、戦略方法の作り方をね、考え、を用意しとくと、ね、それが戦略ですね。何の戦略を使うか決めないと。その場合一瞬ね、で、これライブ講座ですよ。出てこないな、他のはね。全然出てこないね、そんなの。70%ぐらいでやってみようかな。
あれ 70% でやってみたんだけど、どうかな、出てくるかな。出てこないね。あったかい。この暖房がいいね、うん、新しい暖房。これ入れてなかったかな。これだけ外してるからね。これ入れてなかったっけ。これ入れてなかったよね。ね、これを入れていきましょう。また入れとかないとわかんないからね。60% でやってみ、ね、これちょっと60でやってみたんだけどね。そうなんだ、すごいね。で、大体60の 0.3 で入るかなってちょっと見てます、うん、あ、これ戻ってきたかな。これ少し戻ってきたね。きついきつい。こうだね。これすごく厳しくしてるのね、これね。これね、大きく外した時はもう儲けなしでね。こうすると外した時は必ずそうするんですね。こんな風にね、大きく外しちゃったの、これね。その時こんな音してるんですよ。まあね、儲けなしで、ここの利益もほとんどなしで、なしでいいって言うんですね。それをよく覚え、今はまた考えたの、作戦ね。だいつも違うって、作戦は決めちゃいけないです。読まれて、周りが結構正確に動く。テレパシーの世界。作戦は決めるなという。変わっちゃったです。難しくなっちゃった。前はね、決まった作戦で戦略で勝てたんだけど、勝てなくなっちゃったね。いけそうだな。単純なのでいいの、うん、どうもありがとうございました。今の時間はこうですね。